チューブ YouTube。 このチャンネルは愛知、岐阜、三重、東海3県の断捨離トレーナーがお届けします。今日は私、上田由美子の家をご紹介します。同期の2人が来てくれました。安心安全をテーマにした寝室を見てもらおうと思ってます。じゃーん、いいね、とてもいいね、うん、ね、安心安全だね、これは、はい、でね、見てほしいのが押入れの下の段なんですけれども、うん、物をなくして子供がね、自由に使えるように秘密基地にしたり、お店屋さんごっこしたりできるようにしてるんです。いいですか？いいね、行きますよ。はい、じゃ、3人も入れるゆとりがある、素敵ですね。入っても大丈夫。はい、では押し入れの中をね、全部開けました。説明していきますね。まずここがお布団です。なので敷いてるときはここは空っぽ、ここも空っぽになります、うんうん、で、ここがね、私の畳んで入れる服入れ、でこっちがかけておく服があります。上は何が、上はね、季節外のものをちょっとかける場所が少ないので、季節外のものとか、あとスキー用品、スキーウェアとか冬物なんかが入ってまして、私転勤族なので引っ越してカーテンのサイズが違う合わないものをここに入れてあります、はい、で、あとこっちがですね、これが子供のお洋服入れて、自分で出し入れできるようにここに置いてあります、で、ね、寝てる部屋の隣にあるので腰の高さより低くて、で、まあ、倒れても重くない軽いものを使っています。子供ちゃんもね、出し入れできるから、ね、自分で選んで、そう、ちゃんとね、分かれてるんですよ、ね、小学校の3年生なんですけど、あとね、3歳ぐらいの時から自分で一応こう出し入れるのが、うわー、一目瞭然。ここが学校の体操服とか給食セットなんかを入れてます、ね、すごいちゃんともね、子供の力できて、ここはあんま綺麗じゃないでも、でも見える、大丈夫。これが、まあ、子供の小物入れ、子供の中が見えるの、すごい、うん、すごい。はい、以上、はい、ご紹介でした。はい、素敵でした。ご覧いただきありがとうございました。次回も私、上田由美子のお家からお届けします。お楽しみに。断捨離事務局の LINE にご登録いただくと、片付けベタタイプ別診断テストを受けられます。あなたがどんなタイプかぜひチェックしてみてくださいね。こちらの LINE からコンテンツやお得な情報もお知らせさせていただきます。ぜひご活用ください。断捨離提唱者、山下秀子公認の断捨離トレーナーがあなたの自宅に行くワンデー断捨離サポート。トレーナーと一緒に実践することでぐっと断捨離が進むでしょう。詳しくは概要欄からご確認ください。 DVD ブック断捨離入門講座を特別価格でご案内させていただいています。この本は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。どうぞ下の概要欄からお申し込みください。お待ちしております。